三もに、ワクチンのせいで発言は聞き捨てならない。TBSK サンデーモーニングのニュース担当橋谷のりこキャスターが18日、ワクチン接種のせいで重症者が低い水準であると説明した。橋谷氏は、東京都の新規感染者の推移を示すグラフの説明をする際に、重症者数についても解説。新規感染者が、 4日連続で1000人を超えてしまいましたと伝えた。とのモニタリング会議の試算として、オリンピック後は2406人になるという数字も示した。さらに、重症者数は過去最多だった時は159人、1月27日、だったんですが、現在はワクチン接種が進んでいるせいで59人、7月17日、 この時よりも低くなっていますと伝えた。生放送での発言でもあり、番組中に特にせいでに訂正などはなく進んだ。しかし、ネットではおかげでだろう、言っちゃってる、重症者が抑えられて、残念なんだろうねとの突っ込みコメントが溢れた。明日にのりこしは長年報道穴の経験を変われ、 コミュニケーション講師の肩書きがあり東京女子大の日本語講師でもあるそうな。開いた口が塞がらない。情報弱者の高齢者向け暇つぶし番組サンデーモーニングのあざとさがよくわかる。コロナ感染者増加のみを取り上げ社会悪のように拡散し、人々の恐怖感を煽りあだに関心を高める。視聴率稼ぎだけが目的だ。 誰もが知っているこの番組の本質を今さら挙げ立てようと思わない。番組を受けよう事務所が硬直した高齢者ばかりかは知らない。思い出すとみんなもう少し生き生きしていたなぁ。ここで投稿したのは、私たちの国語は正しく使ってくれ、と注文したいから。のせいでは前段部分を誹謗否定する意味で使うのだ。あいつのせいで、 サンモニのせいでおバカになったとかね。お聞きいただき感謝申し上げます。